はい、皆さんこんにちは。今回は、去年の話なんですが、2019年の9月2日に、東京都の雲取山に登山に行きました。その時に持ってったもの、北海道の札幌から、荷物を背負って、東京まで飛行機で行って、で、それから、雲取山に登ってきました。その時の、リュックですね、軽いタイプで40リットルのタイプです。それとマットですね、モンベルの、薄いタイプですかね、150センチぐらいかなの、マット、それと、テントといいますか、ドームシェルターですね、UL ドームシェルター2、妻と2人で行きましたので、これで、2人で、宿泊しました。で、寝袋ですね、イスカのエアー 280X、で、この辺の荷物は私一人分ですが、寝袋とかその他ものはもう妻も持ってってます。で、共通部分と私の分の今紹介してます。あと、帽子ですね、それからカッパですね、カッパ、それから水入れと、水飲み物ですね、何本か持ってってます。それから寒かった時のために、ユニクロの、ウルトラライトダウン、こちらも持ってってました。それから着替え類ですね、それと、食料類、で、もう簡単なものですね、インスタント味噌汁とかコーヒーとか、缶詰ではないんですけど、袋に入った缶詰みたいなやつですね。あとはこうインスタントラーメンとかカップラーメンとか、お米持ってってご飯も、炊きましたが、で、レトルトカレーですね、こういうのも持ってって、食べてます。以上、この辺は食料関係ですね。あと、燃料なんですが、これビーパルに付属でついてた、五徳ですね。それと、固形燃料、これとこれで、アルミの、鍋といいますか、コーヘルというか、これ中にもう一個小さいのが入ってて、その小さい方で、こちらでご飯を炊きました。で、大きい方ではカレーのこれを温めたりっていうことで使ってます。で、ご飯は固形燃料ですが、温めたりするのにガスを使ってます。で、プリムスの小さくなるタイプを去年は持ってってます。こういう形ですね。こういうの、ガスに、これを乗せて、使ってます。あと、シェラーカップとか、もうちょっと大きいチタンのベルモントですかね、600cc のちょっと大きめのやつも持ってってました。あと、着火、固形燃料につけるぐらいしか使わないんですけど、それとか、あとはタオルとかですね、というようなものを持っていきました。あとは、水筒がちょっと重さ的には入ってませんが、約背負っていったのが、
8キロから9キロぐらいですかね、そのぐらいで、登ってます。で、9月2日に登って3日に降りてきたんですかね。で、七つ石小屋の山小屋にテント泊ですね、テント泊して、登ってきました。行った時は初めて行ったものでどの程度のものかよく分からなかったんですが、当初はもっと上の雲取山荘に一泊しようかっていうふうに思ってたんですが、出発っていいますか、山の麓に着いた時間が結構遅くて、最初登ってって七つ石小屋でちょっと話を聞いたらまだ半分ぐらいしか来てないっていうことを言われて、じゃあもうこの先雲取山荘まで行けそうにないなっていうことで七つ石小屋に宿泊しました。で、その後、七つ石山行って宿泊して、で次の日雲取山に登って、降りてきました。でただ雲取山へ行くとですね、七つ石小屋から雲取山まで半分ぐらいまだあるっていうふうに聞いたんですけど、そんなにはなかったような気がします。ちょっと頑張れば雲取山荘まで行けたかなっていう気はしますが、山の行動は早めにということなので、七つ石小屋に泊まって、よかったのかなと思います。でその前の登ったのは、奥多摩川の、鴨沢から、登っていきまして、で七つ石小屋があって、で奥多摩小屋っていうのが以前はあったようなんですが、そこが去年はもう閉鎖されてて、そこは使えないと。で奥多摩小屋がダメなので、その雲取山荘、雲取山を越えてちょっと向こう側行かなきゃいけないんですね。でそこまで行くにはちょっと、その日は無理かなという判断で七つ小屋四小屋に泊まったっていうことです。で翌日、雲取山に登って、降りてきて、で、鴨沢へ戻った時にはちょうどいいバスがありませんで、バス停で1時間ぐらいかな、待ってました。で、結構距離が思ったより時間がかかったっていいますかね、距離があって、初めて雲取山に登ったんですけども、割ときつかったかなというふうに思いました。はい。で今回はこの持ってったのを大体です、再現して、こう集めてみたんですが、これ登るときに七つ石小屋に宿泊して、そのままちょっと荷物を置いて置かせてもらって、で雲取山へ登って、で降りてきて荷物を持って、下山したという、そういう形を取りました。それでなかったら結構きつかったかなというふうに思います。
今回は、去年2019年9月2日に、雲取山に登山した時の、荷物等を紹介しました。ご視聴ありがとうございました。